皆さんこんにちは、貧乏です。今日はですね、この網焼きさん、網焼き大将、これ買ってみました。このなんか、ね、おもちゃみたいななんか網焼きのねやつなんですけど、でこれがですねスーパーで買ったね食材ですね。これ焼肉をねしたいと思います。よいしょ。でこれがですね焼肉のタレですね。キッコーマン焼肉屋さんね。これとあと一応お塩ね、お塩ですね。話してるうちに焼いちゃった方がいいのかな。ちょ初めてなんでね。ではいただきます。ピッ、食材をね乗っけてきますね。本当に焼けんのかなこんなんて。こんな感じでね。焼いてみます。そのうちにタレをね、新品ばっかん。あーいい香りこれ。あードバドバ入れちゃったまあいいか。あご飯はちょっとご飯取ってきますね。ちょっと少々お待ちを。よし、焼けたかな。ご飯持ってきました。ちょっと見てみますか。ピッ、赤くなってきましたね。いい感じですね。ジュジュいってるか、焼けてますね結構ね。
チューチュー言ってる。これいいっすね。一人こう晩酌するときいいかもしれないですね。ついてますね。キャベツこんな感じで、ね、焼けてます。いただきまーす。タレにつけてね。うん、うまっ。うん、なんか思った以上に火力あるかも、うん、こっちの方がいいな、うん、椎茸、椎茸、椎茸、ジュージュー聞こえますか？あー、いいっすね。これね、お肉カルビなんですよね。いいお肉を買ってきましたよ。カルビも焼いちゃいましょう。火力強いからこっちにお肉を乗せた方がいいか。ピーマンちょっと入れて。お、焼けてる。焼けるんだ。うん、あ、もう最高、バーベキュー気分ですよこれ。あ、お肉いいっすね。カルビはすぐ焼けますね。あ、これいいな。買ってよかったな。アマゾンでね、あの4000円、定価4000円なんですけど、なんかブラックフライデーの時かな、ブラックフライデーは買って、あの
関係ないんですけど、でもそれで4000円引きだったんですよね、確か。それで500円クーポンあったんで、それで2500円ぐらいかな。うん、お肉焼けましたよね。お肉はカルビ、カルビはタレで生かしてもらいます。ご飯と一緒に。最高。これ一人晩酌にもう最高ですね、これね。これビール買ってくればよかったかなと。でこれね、ウィンナージュージュー、ウィンナー塩でいってみようかな。お塩ね、お塩つけてこんな感じで。うん、あか、もう、うん、うん、最高。うん、しいたけ、しいたけ焼けたかな、これ。ちょ、焼けてるかどうかわかんないですけど、焼けたと思うんですよね。熱そう。タレをつけて、最高。ちょっと最初はね、野菜を取りますか。最初で中盤だけど。ね、お肉もね、まだあるので。ほんとおもちゃみたいだと思って舐めてたけど、すごいですよね。意外と火力ありますよね。普通に、うん、普通に食べられる。
これはね、今後ね、大活躍してもらえると思いますよ。これのね、ワイド版もあるんですよね。ちょっとでっかいやつも、長いやつがあるんですよね。それもちょっと、迷ったんですけど、ちょっと高、こっちの方が安かったんで、こっちにしましたね。一人用ですし、焦げてる。じゃ塩つけるか。タレもつけるか。両方いっちゃおう。熱そう。ウィンナー、うん、まっ、僕焼肉屋さんって1回しか行ったことないですよね。あ、2回か。2回、食べ放題の焼肉屋さんで、牛角1回かな。だからあんまり焼き方を知らないですよね。見てて下手くそですよね、やっぱりね。自分でも分かってるんですけどね。で毎回使ってね、慣れるようにします。はい。ちょっと近く行くか。もういいですね、タレをつけて、うまー、カルビ最高、
最後のソーセージ。うん。左側の方が、うん、結構火が強い。なんかのんびりと焼肉。お一人様用ですけどね。電源を切ってご飯を取ってきます。ちょっとおかわり、うん、少々お待ちを。ご飯おかわり持ってきました。じゃあこれはね、塩でピントが合わない。あ、塩じゃない、タレでいきます。こんな感じでご飯を挟んでいきます。幸せ。この小さいのを塩でね、塩をつけました。
うん、これも塩で、うん、最後のお肉、はい、このお肉、うん、うん、食べました、ね、あ最高ですよ、ね、網焼き大将良ければね、うん、結構一人焼き肉するのは面白いので、よくやる人は買ってみてください。ごちそうさまでした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。またねー。